こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は2台ロードバイクを並べてみたんですけども、このロードバイク2台に共通する話です。で、具体的にはですね、ここを見ていただくとクランクの内側に何やら貼り付けてあるっていうのがわかると思うんですね。で、今回はこちらの話です。それではこの物体に近づいて始めていきましょう。はい、貼り付けてある物体をアップにしてみました。これは何を隠そう、パワーメーターというものです。パワーメーターというのは人間の足が踏んだ力を数値的に測定してくれるっていうものなんですね。で、最近すごく身近になりまして、初心者の方もパワーメーター使っている方いらっしゃると思うし、私の持論では初心者の方こそ今自分が何ワット出してるのかっていうのが身近に分かる、手軽に分かるっていうことで導入されるのがいいのかなっていうふうに思ってます。まあ言ってみれば車のタコメーターみたいなものですから、別にそのトレーニング重視の人でなくても今自分が何ワットで走ってんだろうっていうのを見るのは、不謹慎な言い方で言えばエンタメ要素っていう意味もあるのでいいもんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。それでこのパワーメーター、ご覧に入れているようにこちらのメリダの105の左側クランクの内側に1枚、あとこちら自作のカーボンロードバイクの、これはアルテグラの R8000 シリーズなんですけれども、アルテグラの R8000 の左クランクの内側に1枚、同じものが貼り付いています。それでこのパワーメーターですけれども、アビオのパワーセンスというものでして、この部分の本体、これをエポキシ樹脂で貼り付けるっていうことを自分でしなきゃならないっていうタイプなんですよ。それでこれを取り付けたのが約8ヶ月前、今年の1月末ぐらいに取り付けてます。2台とも自分でやりました。で、その動画は3部作ぐらいな感じで、私のチャンネルにアップしてますので、興味がありましたらぜひご覧ください。これ自体はまあなんとか動いてます。それでこのパワーメーターについて一般論をちょっと説明しますと、パワーメーターっていうのは人間の足が踏む力を数値化して、自転車が路面に伝えるパワーっていうのを算定するっていうのがパワーメーターの仕組みなんですね。で、そのパワーを算定するためには必ず2つの要素が必要です。トルクと回転数です。そのパワーメーターっていうのはトルクと回転数を両方とも出してくれるんですね。ですがこのセンサーの中にはたわみセンサーって言って、このクランクが微小にたわむ力を計測して、それを踏みつける力として記録するセンサーと、回転数ですね、これがクランクが回る回転数を計測する回転センサーっていうのを両方持ってます。で、その回転数と踏みつけるトルクっていうのを掛け合わせてパワーとして算定して出してくれるんです。で、取り付け位置に関してはこれが最も一般的ですね。左側の片側クランクの内側だけに取り付けるタイプ、あとバリエーションとしてはペダルの軸についているタイプだとか、あとこういったドライブシャフトですね、クランク側の BB の中のシャフトに内蔵されているようなもの、他にもあるのかもしれませんけれども、まあこちらの片側クランクの派生系としてチェーンリングの方にもついて両足のパワーを独立して計測してくれるっていうものもあります。そちらの高級品ですね。で、私はなるべく安価にパワーを計測したいっていうことで左側の片側クランクだけを選択しました。それでこのアビオのパワーセンスっていうのが、私の調べた限りでは世界で一番安いかなと思っているパワーメーターで、1個1万7000円ぐらいでしたかね。それで購入先はやはり英国系の EC サイト、プロバイクキットというところで海外通販で買ってます。2台分で3万5000円ぐらいで調達できたということになってます。ただ安いには安いなりの理由がありまして、このアビオのパワーセンスっていうのはどうやらあまり評判が良くない、それで自分で取り付けなきゃいけないので大変であるっていう、そういうようなこともあります。ですから安いのにそれほど人気がないっていうのはいろんな課題があって、取り付けのが面倒だとか、あと信頼性にちょっととかっていう話が出てきたんだと思います。で、現に私が遭遇している課題というのは、本体とこのクランクの裏側を強力なエポキシ接着剤で貼り付けてるんですけど、それだけですとこの本体とクランクとの隙間が周囲にできていたんですよ。で、その周囲の隙間があって問題があるのかとか思ってたんですけど、雨の日に乗ったら翌日動かなくなっちゃいまして、コメントで助言してくれた方もいらっしゃったんですけど、周囲をくまなく何かで塞ぎなさいと言われまして、それでその教えに従って柔らかめのボンドで周囲を塞いでます。
そうしたら、まあ雨の日にちょっと乗っても問題ないっていう感じにはなりました。まあ、そんな困難で使えているっていうことなんですね。それで、じゃあ具体的にどういう動作をするのかっていうのを、スマートフォンのアプリがありますので、それを見ながらお話ししていきましょう。それではこのあたりにスマートフォンの画面を出しながらお話をしていきますけれども、このパワーメーターに適合するアプリでアビオインストーラーっていうのがあります。それでアビオインストーラーを立ち上げるんですけれども、この時点でコネクトというのを押しますと、デバイスをサーチ中ですっていうことで出るんですね。で、これはなぜ出てこないかっていうと、まだこのパワーメーターが起きてないんですね。これ起こしてあげないといけないんです。で、起こすトリガーは何らかの強めの振動を与えないといけないので、それをやってあげます。それはですね、こういった感じでちっちゃな衝撃を与えてあげればいいんですね。ここに LED があるのでちょっと見ててください。はい、今明るくなったのが分かりますかね。で、ちょっと周囲が明るいので見づらいんですけど、ピカピカ点滅しているのが分かります。これでパワーメーターが起きたということになります。それで改めてコネクトを押しますと、 Bluetooth 接続でこのパワーメーターが検知されています。それでこれを選びまして、そうすると、はい、こんな感じでパワーメーターの各種センサーの値が出てきています。例えばこれ、ケイデンスが分かるように角度のセンサーがありましてですね、こういう感じで逆回転してあげると、今角度がどんなになってるかっていうのがスマートフォンの画面で分かるようになってるんですね。はい、それであとは歪みの計測なんですけれども、この105のクランクって案外まあ剛性は高いではあるんですが、押すとわずかにたわむんですね。その人間の目では絶対わからないような微小な歪みをこのセンサーは計測をするんですよ。で、押してみますよ。そうするとグラフが高まっているのがわかりますかね。離しました。押します。こんな感じです。ですからこのタイプのセンサーっていうのは非常にデリケートでして、この中にこことこことの間のわずかな歪みを検知して計測するセンサーが裏に仕込まれているわけです。それで今スマホの画面でフォースっていうのが5とか7とかそういう形で動いていますけれども、本来なら毎日乗り始める前にこのセンサーをキャリブレーションする必要があるんですね。キャリブレーションっていうのは今力が入ってないですよということなんですけど、そのやり方ですが、こういう感じで真下にクランクを持っていきます。そうするとこの状況がクランクが最も曲がってないまっすぐな状態だっていうことになるわけなんですね。この段階でキャリブレーションを行います。スマートフォンのボタンのゼロオフセットっていうのを押しますね。そうするとある程度時間がかかるんですけれども、この状態が力がかかってない状態だっていうことでセンサーをリセットしてくれるんです。はい、センサーのリセットが終わりまして、このフォースという部分を見ていただくとほぼゼロになっているってことがわかります。理想を言うと毎回使い始める前にはこのゼロ点調整っていうのをするべきだってことなんですね。それでこのパワーメーターは回転数と押した時の力の状況、これをですね、内部のCPU で高速に演算して、今この回転でこの力がかかってんだったらば何ワット出てるんだねってことを瞬時に計算してサイクルコンピューターに送り込むという、そういうことをやってくれるわけなんです。さて、ここからが本題です。2台持ってるうちの1台は先ほど紹介した感じなんですけど、2台目のカーボンロード、アルテグラの R8000 のクランクがついているものにも同じものが取り付けてあって、最近使えなくなっちゃったんですよ。で、それをやってみたいと思うんですが、ゴム製のハンマーです。これで缶と叩きますよ。何度叩いてもこれ LED が点灯しないです。つまり起きないんですよね。で、電池を取り替えたりしていろいろやってみたんですけど、残念ながらLED が点灯することは約2週間ぐらい前から未だかつてないんです。これはもう行っちゃったかなと思ってまして、もうこれは言ってみれば故障かなというふうに思ってるんですよ。それでこれを購入したのが1月末ですから、およそ8ヶ月ぐらい経っているって感じなんですね。
1年間は経ってなくて、まあこれがどういう扱いになるのかなっていうふうに気になってはいたと。勉強料としてそのままにしとこうかなとか思ったんですけど、1年未満なのでなんとかなったら嬉しいと。こんなものでもそれでも1万7000円ぐらいするものですから、まあ何かの救済があったら嬉しいなっていうことで、日本のプロバイクイットにこういう状況なんだけどもっていうのを申告してみることにしたんですね。それでそのやり取りした状況をお伝えしたいと思います。ここからはパソコンの画面をお見せしながらお話をしていきます。割り切って諦めるっていう手もありました。ただ諦めてしまうとそこで話が全部止まってしまって、海外通販を使うような人たちに対する参考情報も得られないなと思ったので、深入りはあまりしないという前提で自分なりにやれることをやってみましょうということでアクションをし始めました。でまず見たのはこのアビオのワランティーインフォメーションなんですけれども、まずはパワーメーターについてはアビオの認定フィッティングキットを使ってくださいね、それ以外は全部無効ですよっていう話なんですね。で私は使ってるから良しとします。で次に保証情報が書いてる紙がありまして、英文なんでまあ全部ご紹介はしないんですけれども、原則としてこのワランティーピリオドというのはユナイテッドキングダム、つまりまあイギリスのことですね、それとアイルランドにおいて24ヶ月2年間の保証を行いますよって書いてあります。ですので日本での記載は全くないんですね。でそこでどういう話になってくるかというと、ここですね、 In case you purchased your product abroad って書いてあって、要は海外でご購入の際にはということで、海外の購入経路に従ってくださいっていうようなことが書いてあるんです。ということで、まあいずれにしてもそのこういったものって買ったところにまず保証を求めるというのが第一の筋なので、アビオの保証方針というのはまあこうなんだなっていうことを頭に入れた上で、購入先プロバイクキットの方に話を向けたいと思います。それでプロバイクキットという英国の通販業者なんですけれども、もうすでに日本語のホームページなんかが用意されてまして、パッと見普通の日本の EC サイトを見るようなものとほとんど変わらないんですね。それで買ったものを交換したいとか返品したいっていう場合には、このアカウントっていうところをクリックしますと、こういったカスタマーサービス連絡センターっていうのがありますので、その中でメッセージを見るとかメッセージを書くっていうのがあります。ここからアクセスすればいいってことになります。それで私がまあこのメッセージを書くことからアクションを始めたので、それを順を追って説明していきます。でまずこちらですね、最初にこう書きました、日本語でですけれども、2台同時に購入したパワーメーターのうち1台が故障してしまった可能性があります、電源が入りません、修理や交換などが対応でしょうかというメッセージを出しました。そうするとすぐに連絡が返ってきて、まあ丁寧な内容の日本語なんですけども、これは後になってまあおそらくテンプレートだっていうことがわかるんですが、どういうことを求められたかというと、商品を返品してくださいということなんです。商品を返品した上でワランティーチームが故障であるっていう場合には適切な対応を取りますよと、それで返送料については返金をしますよっていうことなんですね。だからまずはお客様の方で梱包して送ってくださいということなんですね。で送り先は残念ながらイギリスなんです。でイギリスなんでまあ送料はそれなりにかかると思うんですけど、問題がなければ返金されるということ、まあそういったことらしいんですよ。でただ今回ちょっと特殊な事情があるんですね。でそれを書いたのがこちらでして、要はその商品って強力な接着剤で接着してるんですね。で無理に引き剥がすと本体は故障してしまうので、本体の故障の調査ができないですよねと。ですからクランクアームごと一緒に送り返していいですかっていうふうに問い合わせたんです。その問い合わせに対しての返事がこちらなんですよ。つまり日本のカスタマーサービスだとちょっと対応ができないから、イギリスの保証部門に直接メールで英文で送ってくれないかっていうふうに言われたんですね。そういった理由はっていうふうに私邪推したんですけども、ここに担当者の名前で何て読むんですかね、タネラーさんっていう人なんでしょうか、その方からこういうふうに書いてあるということで、最近の海外系通販業者のカスタマーサービスの常なんですけど、日本語だったとしても日本になかったりするんです。例えばタイとかマレーシアとかフィリピンとかで請け負ったりするんですね。でその人たちっていうのは日本語がある程度できるような人たちだったり、 Google 翻訳を駆使したりしてですね、なんとかカスタマーサービスをするわけなんです。まあおそらく私がその
込み入った内容の問い合わせをしちゃったもんだから、この方はおそらくサジを投げちゃったんだろうなというふうに邪推したという状況です。まあしょうがないので、このメールアドレスいただいたので、そこに英文でメールを書いたんですよ。そしたら残念ながらこういう状況になったんです。これは私が書いた英文なんですけれども、こちらのアドレスですね、ワランティープロバイクキットコムっていうところに英文でメールを送ったところ、残念ながら跳ね返されてきちゃったんですよね。それはセキュリティの問題で、海外からのメールを弾くようになってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。ですから残念ながらこの内容は英語で書いてあるんですけれども、改めて日本のカスタマーサービスの方にですね、この内容で書いたものなんです。つまりご案内のメールアドレスに英文でメール書いたんだけども、跳ね返されてきてしまいましたと、ということなので、その書いた英文自体は添付ファイルで付けとくから、日本のカスタマーサービスから本国のワランティ部門に紹介してくれないかっていうふうに書いたんですね。そしたらどういう形の回答が返ってきたかというと、こうなんですね、説明いただき誠にありがとうございます。でこちらの商品を再発送もしくはご返金対応させていただきたくお願い申し上げますということでした。なんかあっけない幕切れになりそうなんですけれども、ここでなんか一つ情報をいただきまして、パワーメーターを引き剥がす場合にスタンレーナイフなどの鋭利なナイフでエポキシを切断すればクランクから取り外すことができますと。それでその際には細心の注意を払ってくださいね。一旦凍らせるとエポキシが脆くなって切りやすくなりますよと、そういうふうに回答がありましたということですね。ですからおそらく東南アジアにあるカスタマーサービス部門の人はちゃんと本国に紹介してくれたんだと思います。それで本国はこういった場合には商品の送り直しか返金対応でやりましょうっていうことを本国判断してくれたんだと思うんですね。でここまでのやり取りまでに1週間かかってないです。スピーディーに終わりました。ですので、まあ、まだ返金自体を受けてないんですけれども、今回同等商品の再返送か返金かっていうことを聞かれたので返金にしますということでもう回答しています。プロバイクイットのサイトに対してはこういった手厚くやってくれたので非常に感謝の気持ちはあるんですけど、アビオのパワーセンスというパワーメーターの製造元に関しては残念ながら8ヶ月ぐらいで壊れてしまったので、あまり今度同じものを使いたいなというふうな気がすごくトーンダウンしたんですね。ですからまあ今回の選択としては返金対応ということで意思表示をしています。というのが今回の1月に2台買って8月に1台だけ故障したという激安パワーメーターのことの成り行きでした。2021年の1月末に2つの格安のパワーメーターを購入して、こうやって自分で取り付けをしました。それでうまく動いてたんですけども、残念ながら8月の20日頃にこちらのアルテグラにくっつけた方がダメになっちゃったんですね。それでこれを購入したプロバイクキットというところに打診をして、修理か交換してもらえないかということで打診したんですけれども、思わず返金でどうですかっていう提案が来たんで、1年以内に故障したり調子が悪くなりがちなものをもう一度使うっていう気がしないので、返金してくれるっていうのはすごくありがたいことなので、それをお願いすることにしました。じゃあそれではこちらについていたパワーメーターどうするのっていう話なんですけど、まあ私としてはパワーメーターの便利さとか楽しみを知ってしまったんで、パワーメーター付きのロードバイクが1台だけ片方はないっていうのは避けたいんですね。それでまあ今あることを考えてます。そのあることのヒントというのがこちらです。はい、箱を見せるだけにします。この続きに関しては別の機会を設けてですね、動画としてまとめていきたいと思いますので、ぜひご期待ください。それでこのチャンネルはこういった自転車のグッズとかを主に取り上げて紹介したりしてます。今回の動画がちょっとでも参考になった、今後とも期待したいっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。